9月13日発表の大国新規感染者数、対全国では12,583名、回復した人は16,304名、感染累計者は1,365,893名、回復者累計は1,227,732名、昨日亡くなった方は132名、現在治療中の方は132,113名、チェンマイ県では96名の新規感染者が出ています。座って飲むことができる店を捕まえる。チェンマイ県では命令に違反したことによりアルコールを提供した跡があるため3パトーンの店のオーナーを逮捕しました。10月1日に1500バーツを転送します。財務省は今回も電子マネーでの支給をする準備ができています。金額は1500バーツ10月1日からとなりますが、前回のフェーズで残高のある場合は2021年12月31日まで使用が可能です。さらに今回からはフードデリバリー注文システムにも接続される予定です。なお今回の対象者は国民の約半数3877万人へ、累計支出額749億1000万バーツとなります。今回の1500バーツはカフェ35バーツですと約43倍、顔まんがい30バーツですと50皿相当になります。12歳以上の子供にファイザーを注射する。9月10日首相官邸は議会で承認された12歳以上の人々の対するファイザー接種が承認されたことについてガイドラインを明らかにしました。親の同意は10月に開始されます。また一方で COVID-19 状況管理センター BDC の東進博士は12から18歳の子供に対するファイザーは予防接種の副作用を隠してはなりません、心筋梗塞などの結果について報告する必要があります、重要なのは両親の同意が必要です、自発的になるようにお願いしたい、強制はありませんと述べました。チェンマイで参加したラクナット。チェンマイの中心部で別のフードイベントを一緒に開催する2万ヘミンロードを利用し、リンカム交差点から2万ショッピングセンターの2万ヘミンソイゴまでの約300メートルの距離を使って今回のデモが行われました。デモ隊は独裁政権についてスピーチし、首相のプラユットチャンオチャ将軍を追放するための活動を組織したことを表明しました。以前民主主義を求める学生グループと赤シャツ隊との軋轢がありましたが、今回赤シャツに対して謝罪し共闘する方向で一致しました。グループのリーダーはまた機会があればまたチェンマイに行き、集会があれば参加したいと話していました。日本から18名のイータ種の感染者、ついていけない新種が続々発生。2020年12月から2021年9月3日まで日本を訪れた18人がコロナウイルスを検出。国内初のイータ種で感染し、主に米国とヨーロッパを中心にすでに世界70カ国以上に広がりました。また検疫外の三重県でカッパ種の感染者が発見されたと報告されています。ランタンを準備する。2021年にランプンで開催されるランタンフェスティバルの準備についてニュースを知らせる投稿が Facebook にありました。プラターとハリプンチャイを崇拝するために準備されたランプンの10万個のランタンは2021年10月1日以降吊るされる予定です。これはワットプラターとハリプンチャイで仏教像としてランタンを提供し始めたことにより続けられているものです。